チャールズ・キングは、ボードビル、いくつかの映画で主演したブロードウェイ俳優。メトロゴールド・ウィンメイヤーの世界初全ペイントーキー映画、ブロードウェイ・メロディーに主演した。1886年10月31日、ニューヨーク州ニューヨークに、アイルランド出身の移民、トーマス・キングとエレン・キングの子として生まれる。彼らには11人の子供がいたが1900年までに、チャールズ、 ネリー、メアリーの三人以外は亡くなっている。1908年にブロードウェイで俳優を始める。初の当たり役はレビューのザミミックワールドであった。1910年代にはエリザベス・ブライスとよくコンビを組み、ザ・スリム・プリンセス、エオイ・ウィンサム・ウィドウ・ウォッチ・ユア・ステップ、ミス1917などに出演した。1920年代も、 ジョージ・ホワイト、S、スキャンドルズ、リトル、ネリー・ケリー、キープ・クール、ヒット・ザ・デック、プレゼント・アームスなどのブロードウェイのヒット作品に出演し続けた。1911年1月から1930年4月の、間、場、出演舞台や映画を含むコマーシャルのシリーズを作る。全部で26のレコーディングが発表され、そのうち12は、 エリザベス・ブライスとのデュエットであった。1928年にハリウッドへ行き映画に出演するようになる。デビュー作は1929年のブロードウェイ・メロディーであり、大きなヒットを記録した。しかしその後は人気を維持することができずに、スタジオはミュージカルパフォーマーとの契約を切るようになる。キングも1930年代にはブロードウェイに戻る。 IMDb によるとキングは麻酔解約でメンインブラックに出演している。1944年ロンドンで嘘ツアーの最中、肺炎のため57歳で亡くなる。ありがとうございます。